はい、コズノオシミ部屋へようこそ。今回ご紹介するのはちょっと古いですけど、こちらじゃん、ジョジョの奇妙な冒険から、ジョジョズフィギュアギャラリー6ダイヤモンドライコーズ、はい、こちらのね、スターダストクルセイダース第3部の主人公空城城太郎をね、中古で買いました。中古で買ったんでね、箱がもう結構、汚いっつうか、ちょっとね、傷んでるかな。はい、で、これはもう中古品なんでも開封済みで、一応袋は入ってるけど、もう破られている状態ですね。はい。もうこれはもうすぐ組み立てちゃいましょう。はい、ではね、見ていきましょう。こちら、俺が裁く。いや、これね、やっぱ昔ちょっと、まあ昔って言ってもちょっと前なんですけれども、これなかなか通して出来がいいですよね。なんかね、全体の塗装はもうほぼ成型色なんですけど、でもね、こう顔とかがね、もう荒木先生風のもう城太郎って感じ、でチェーンがたなびいてるって感じもね、でこの城太郎の股を広げのこのポーズすんごいよで、この帽子見て、これ帽子と髪の毛の境目がないっていうね、これ帽子と髪が一体化してますよね。かくいうね、荒木先生もね、インタビューで答えてます。はい、城太郎の帽子は髪の毛と一体化してますと。まあ初期の頃はね、帽子と髪は別々だったんですけど、後半はもう一体化しちゃってるっていう感じらしいですね。前から見ても城太郎、後ろから見ても城太郎っていうのを、表したかったみたいで、結局だったらもう一緒にしちゃえっていう感じで、も帽子と髪を一緒にしちゃったみたいです。融合させちゃったみたいですね。つまりもう城太郎は帽子を脱がないっていう風な設定みたいで、まあね、何回か帽子取る場面はあったんですけどね、原作でも。まあでも後半もう第4部とかで出てくるとね、もう取ってませんけどね、帽子は。だからもう帽子と髪は一体化です。もう第4部のね、ジョースケにもうクレイジーダイヤモンド受けてたんちゃうかっていう、これまあ融合しちゃってますけどね。それもすごいちゃんと再現されてるっていうのがすごいな。ここの境目がね、ちゃんとこう表現されてるっていう、この、ね、この融合しちゃってるみたいな。いや、これはいいね。このジョースケいいですよ。ジョースケじゃねえよ、ジョータロー。はい。はい。ということでね、例によって、回転台座に乗せて、お別れしたいと思います。はい。では、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。こんな俺にも、吐き気のする悪はわかる。ワンワールド。最高に入ってやつだ。ロードローラーだ。てめえのつけ。金では払えねえぜ。
くのは俺のスタンドだ。